ゴーチェイは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南部メキシコ湾岸、ジャクソン郡の都市である、パスカグーラ大都市圏に属しており、パスカグーラ市の西に位置している。2010年国勢調査で、の人口は18,572人だった。2002年、ゴーチェイは、ゴーチェイ包括計画2030に従い、付近の領域を併合してその人口を2倍近くに、した。 ゴーチェイの名称のもとになったゴーチェイ家の子孫が現在も地域に住んでいる。ゴーチェイ市はベッドタウンかつリゾート町であり、名門のゴルフ場が2箇所、風格のある家屋、3型を梅雨や湿地に囲まれた歴史ある敷地がある。ゴーチェイの自然環境はレクリエーションやエコツーリズムのために多くの機会を提供している。開発用に空き地が豊富にあり、近年は 海岸地域に沿って成長する傾向にあることから、市の人口は今後も着実に増加することが予測され、2025年には22,788人になると推計されている。ゴーチェイが属するメキシコ湾岸は、州内でも成長速度の高い地域とみなされているが、ハリケーンカトリーナによって家や食が失われ、2006年に人口の流出が生じた。 ゴーチェイの町の名前は、フランスのリヨンから移ってきたゴーチェ家から取られている。フェルナンド・アプトン・ゴーチェは、その両親がニューオーリンズへ移民していく貨物船の中で生まれた。1867年、ゴーチェは、パスカグーラ側の流域川口近くに広い家を建てており、それが今も残っている。地域では将来性ある製材業をはじめ、そこから町が成長した。 その家は地元でオールドプレイスと呼ばれ、現在はフェルナンド・アップトン・ゴーチェとその妻、テレサ・フェイヤード・ゴーチェの子孫が所有しており、私的なまた公的な行事に利用されている。ゴーチェ医師の政府構造は比較的若いが、メキシコ湾岸地域の歴史に深く関わっている。1987年からは、市政委員会、マネジャー方式が採用されてきた。 2005年のハリケーンカトリーナが一時的に成長を鈍化させたが、ゴーチェイの人口は今後も着実な比率で成長していくと予測されている。市の社会経済的動態は、収入、年齢、性別、教育の数字で、ジャクソン軍のそれに似ており、ただし、ゴーチェイ市のカレッジ以上を卒業した人の比率は高い。住民の収入と雇用は、 ジャクソン軍の強い雇用中心に近いことから大きな恩恵を受けている。ゴーチェイ氏は北緯30度22分54秒整形88度38分39秒北緯30.38167度整形88.64417度30.38167-88.64417に位置している。メキシコ湾のミシシッピサウンドに沿い 西パスカグーラ川の河口に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は32平方マイル83平方キロメートルであり、このうち陸地12.2平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は5.19%である。ミシシッピ州のメキシコ湾岸、ゴーチェイは東側のジャクソン郡の中央、オーシャンスプリングスの東、 パスカグーラの西に位置する。アメリカ国道90号線が近いゴーチェイはミシシッピ州メキシコ湾岸のジャクソン郡にあり、地元ではシンギングリバーと呼ばれるパスカグーラ側の西岸に位置している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ゴーチェイ市の公共教育はパスカグーラゴーチェイ教育学区が管轄している。シュタル中等教育校は ゴーチェイ高校であり、1996年に開校し、2005年にはアメリカ合衆国教育省からブルーリボン賞を与えられた。その他にゴーチェイ中学校、シンギングリバーアカデミーと小学校3校がある。ミシシッピガルフコースとコミュニティカレッジのジャクソン群キャンパスがゴーチェイ市内にあり、4つあるこのカレッジのキャンパスの一つとなっている。 2005年8月29日、ゴーチェイはハリケーンカトリーナの被害を受けた多くの都市の一つとなった。海岸にあった家屋の多くが壊されるか浸水した。海岸にあっても丘の上に建てられた家屋のいくらかは、風による損傷のみとなった。水際の家屋は全壊し、基礎のみが残ったものもあった。ある場合にはその基礎でも半分に割れていた。 特に海抜13フィートの柱の上に建てられていた家屋は下から床が剥ぎ取られた。ゴーチェイ北部、鉄道の線路より上にあった家屋の大半は風の被害を受けたが、ほとんど無傷のままだった。ハリケーンカトリーナによって損傷を受けたにもかかわらず、フェルナンド・アップトン・ゴーチェの歴史ある家屋は無傷であり、事業に使われている。 メキシコ湾機械特区法が2005年12月にアメリカ合衆国議会を通過して法制化されカトリーナ、リタ、ウィルマと続いたハリケーンによってミシシッピ州など各州の被害を受けた49軍内に経済開発の優先策を提供した。その優先策には十九億ドルの免税指的活動債建一億六百万ドルの低収入家屋税貸し付け および以前に設定された、日元以前に使われていた資産に対する50%のボーナス減価償却などが含まれていた。ゴーゾーンの免税指摘活動再建によって、南ミシシッピ州における経済の回復と成長の双方を奨励した。メキシコ湾岸ンンの大規模雇用種として、シェブロン、ノースロップグラマン、PSL ノースアメリカがあり、 増額された債権の割付により回復のための援助を受けた。ミシシッピ州雇用安全保障省は連邦政府から全米緊急助成金9500万ドルを与えられ、一時的な就業機会の回復と職業訓練への補助に当たるものとされた。ありがとうございます。